インフォメーション。パルインフォメーションの時間です。 FNAN 南海放送ラジオでは、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、 FNAN を活用した地域情報の発信に関する連携協定、パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と順次結んでいっています。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市町などの情報をお伝えしているのがこのコーナーです。さて、今日は新居浜市の情報です。3月9日、そして10日に新居浜市赤金ミュージアムで開催されます第9回全国学生演劇祭についてお伝えしたいと思います。今日はお電話つながっております。新居浜市赤金ミュージアムプロジェクトマネージャー、山本清文さんです。こんにちは。どうも、山本清文です。よろしくお願いします。プロジェクトマネージャーの山本清文さん、ね、はい、よろしくお願いします。お願いします。来月ですね。そうです。これ山本さん大変力を入れているイベントと僕は認識してますが。はい、その認識で間違いないと思います。もう準備は万端なんですか？今絶賛準備中ですそうなんですね。まずどういう、はい、あのイベントかぜひ教えてください。はい、まあ、全国の大学生の、まあ、演劇の、まあ、一番を決めようじゃないかみたいな、はいはい、まあ、分かりやすく言うとそういう大会なんですけれども、うんうんうん、全国で、まあ、全国といっても、その、なんて言うんでしょう、演劇祭をやっている地域っていうのが、はい、札幌とか東北、福岡、名古屋、京都、うん、東京、奈良、うん、で、そして四国という、まあ、8カ所の地域からの代表という、まあ、予選を勝ち上がってきたといいますか、はい、その、福岡から、前回が福岡であったんですけど、福岡からだから2チーム、はい、推薦がありまして、全9団体で、まあ、ナンバーワンを決めようじゃないかという大会でして、今回で、まあ、9回目で、四国で初めて。あ、そうなんですね。そうなんです。今回、開催されるということで、私も過去2年間かな、福岡の大会、失礼しました。おととしが福岡か。はい、去年が、東京で大会があったんですけど、両方とも全国大会見に行きまして、ほう、本当にいろんなタイプのお芝居があるので、うん、まあ、なかなかその愛媛でお芝居見たりとかするっていう時には、まあ、有名人が出てるとか、そうですね、知り合いが出てるみたいなので 見に行くことが多分多いと思うんですけど、うんうんうん、そうなるとまあなんか1個しか、1日1本しか見られるんじゃないですか、うんうん、まだ下手したら1年に1本ぐらいの感じだと思うんですけど、うんうんうん、ここは要は2日間で9作品見られるんで、なるほど、あ、こんなのもあるんだなとか、うーん、例えば A っていう作品はちょっとあんまりだったけど B は好きだったなみたいな、うん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 、あ、そういうやり方もあるのかみたいな、うん、あ、大学生最近こんなこと考えてんだなみたいなことが、全部見ることによって、まあ、見比べられるというか、好みが分かるというか、ほう、はい、でそのあたりのところも審査員の方が、うんうん、今回、劇作家の台本を書いたりする人とか、はい、なんて言うんでしょう、批評をするようなライターの方とかが出てるので、その方々の、まあ、好評も聞くことで、あ、なるほど、さっぱり意味が分からんかったけど、先生の言うことを聞くと、なるほど、そういう意味だったのかとか、腑に落ちるわけですね。そうなんですよ。言語化してくださる方がいるので、うんうん、まあ、初心者というか、全然なんか見たことないわっていう方とか、うん、まあ、若い人たちが、ちょっとなんか、賑やかにやってるのを見に行きたいわみたいな方にも、ぜひ来ていただきたいなというような、うん、そんな2日間のイベントになっています。うん、これなんかその演劇っていうのは、今回はまあ、これ審査ってことだから、はい、まあ、コンクールみたいな感じで、その競い合うわけでしょ、はい、もう、 テーマとかもノーテーマなんですか？そうです、ノーテーマ。40分だったかな、40分以内だってあれば、45分か、45分以内であれば、うん、OK みたいな感じなんで、過去にはだから、寺山修司とか、まあ、いわゆる既成の台本を使った団体もありますし、今回は、そういうこと、全部オリジナル。あ、そうなんですか。まあ、それたまたまってことですね。はい、そう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 です。へぇっていうこともありますし、まあ、いろいろでして、で、まあ、なかなかその、まあ、大学のない新居浜という町でね、大学生来てもらってちょっと盛り上げてもらいたいなと思ってるんですけど、うんうん、なかなかその、じゃあって言って行こうかってなかなか
来づらい方もいるかなと思い、うん、ちょっといろんな愛媛らしいイベントということで、あ、なんかあるようですね。そうなんですよ、JA 全農愛媛さんに愛媛の柑橘食べ比べ&コースということで、はいはいはい、うん、試食があったりとか。楽しそうじゃないですか。そうそう、販売もみかんの販売も。そうなんですね。そうなんですよ。うーん、とかあとキッチンカーにも香川からうどん屋さんに、うん、香川のキッチンカーのうどん屋さんに来てもらって、本場の讃岐うどんを、うん、お、芝生広場で、そう、芝生広場で味わえるんですね。そうなんです、地元 の、 キッチンカーもロカさんっていうね、カレーが食べられたりとか、ハチドリさんの和菓子とか、吉尾のキッチンカーさんとか、うん、チキンチキンさんとかにも90、2日間、うん、それぞれ違ったメンバーで来ていただけたりするので、うん、なるほど、そのあたりでも楽しめるかなっていうのと、あと私も新居浜市民の方々と一緒に高瀬淳子さんっていう、はい、芥川賞作家の方がね、新居浜出身の方がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方のお返しという短編小説があるんですけど、それを、はい、地元有志で朗読しようじゃないかという、これ10日、そんな企画も10日に書いてあるやつかな。そうそうです、10日の朝10時から、はい、朗読とダンスっていうことだから、山本さんが踊り狂うっていうことでよろしかったです。違います、踊らないんですか。なんで踊るだけでいいところを狂うまで入れたんですか。いや、なんか踊ってらっしゃる映像を僕なんか何かで拝見したことがあるので、はい、確かに、あ、確かにあれは踊り狂ってるかなと思いますけど、ダンスはダンスで踊っていただいて。違うんですか。そうですか。そう、ダンス、新居浜東高校のダンスはダンスで踊っていただいて、踊らないんです。そうか、踊らないですね。踊らないバージョンです。安心しました。はい。はい、安心しました。いや、安心しましたじゃないですよ。とにかく明るいみたいな。お返しっていう、これお返しってちょうどバレンタインとかホワイトデーのお話なんですよ。うん、あ、その原作というか。そうなんです。そうなんです、はいはい。お返しっていうのが、まあ、バレンタインのお返しっていう意味での、お返しっていう作品で、まあ、季節的にもちょうどいいなと思って、これを、下は小学3年生から、上は、50代、60代の方まで、いろんな方々が手を挙げていただいたんで、その方々と一緒に、読んでみようじゃないかっていう企画も、予定しますんで、ぜひともこれ、ぜひともというか、今、ラジオ聞いていただいている方は、もう、絶対に来ていただきたいなと。ね、絶対に。絶対に来ていただきたいな。9日に、その、はい、9日10日だけど、9日来ると多分10日もなんか来たくなりそうな感じの、はい、それ多分そうね、プログラムにはなってますよね。はい、そうですね。まず9日は A ブロック、B ブロックが、うんうん、11時からと4時からとあるんですけど、うんうん、それでまあ6団体見られて、はい、で2日目に来るとまあ C ブロック11時からあって、で、10日の午後から、15時30分から、うん、受賞式と公表会っていうのが、うんうんうん、あります。まあ、確かにナンバーワンを決める大会ではあるんですけど、まあ、演劇をやる大学生同士の交流の場というか、うん、大学時代に愛媛県に行って芝居したなみたいな、はいはいはい、それがきっかけで友達できたなみたいなことが、ね、うんうん、そういう機会になればいいかなっていうのが一番 の、 僕としては狙いです。はい、これパンフレットってどこ行ったら手に入るんですか。赤金ミュージアムで絶賛、そうなんですね、ありますし、全国学生演劇祭で調べていただくとホームページとか、あ、そうなんだ、あ、はい、インスタグラムとか、X もありますので、うんうんうん、それぞれの大学こんなところが出てるんだと、もしかするとね、ご自身の母校の劇団が出てるみたいなこともあるかもしれないですし、うんうん、はいはい、なんかちょっとこのあらすじというか、うん、その、はい、紹介みたいなの読んどくのも なんかね、どれは絶対見たいみたいな決められそうな感じもありますもんね。そうです、ぜひ来ていただいて。なんかでもさっき、ね、おっしゃった、はい、その、まあ、若者がこう、うん、ね、未来を担う若者が、そうそう、やっぱ演劇なので何かしら その強いメッセージはやっぱり根底としてはあるんだろうと思うので、うん、そのどういうことを思っているかっていうのはとても興味はありますよね。そうですね、うん、で、これ大事なポイントとしてはお客さんも、はい、その3団体1ブロックにつき3団体やるんですけど、投票権があるんですよ。はい、そうなんですよ。だからあなたの1票が要するに代表というか対象を決める大きな影響を与える1票になりますので、ぜひ見に来ていただいて投票もしていただいてというような感じで遊びに来ていただけたらなと思っています。わ、はい、かりました。チケットはまだ余裕あります。はい、はい、ありますので、はい、赤金ミュージアムからも買えますし、うん、ローソンとかミニストップ店頭のロッピーでも、はいはいはい、
買うことができます。でお得なのはあの全ブロック投資券というのがありまして、はあ ね、それがあのお値段的にはお得になっているかなというのと、あと17歳以下の無料になってますので、あそうなんですね、そう高校生とあの17歳以下無料になってますので、お申し込みだけいただいて、うん、あのぜひより若い高校生とか中学生とかにも、あのあこんなの大学生やってんだなみたいなのを、はい、あの感じていただけたらなと思ってます。わ、うん、かりました、はい、3月の9日と10日です新居浜市赤金ミュージアムで開催されます、はい、第9回全国学生演劇祭、ぜひお出かけください、はい、お電話でお話伺いました赤金ミュージアムから山本清文さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は新居浜市の情報をお伝えしました。毎週月曜から木曜の午後3時からはパルインフォメーションをお届けしています。このコーナーはポッドキャストで配信しています。南海放送ホームページのチップスまたはパル協定インフォメーションのページから、また Google、Apple、Spotify、Amazon のポッドキャストサービスからも聞くことができます。番組終了後1時間から2時間で当日の放送が聞けますので、ぜひそちらでもお楽しみください。次回は明日です。水曜日、明日もぜひお聞きください。パルインフォメーションでした。